小説が溶けている。清少の日を見つけて助けて、ユキ。あれ、あなたはゴーファー劇団の団長様？違いますよ。私は精霊、雪の精霊ですよ。北部の正統派ではありませんが。あ、怒ったわけではなくて、ただゴブリンと間違えられるなんて。ゴブリンさんを見下してはいませんよ。ゴブリンさん、ごめんなさい。でもイルシールには本当にゴブリンさんがいるのかな。え、あ、はい。私また独り言を言っていましたか？すみません、考え事を始めるとすぐにこうで。クエン様に気をつけるよう言われたのに。はい、クエン様は私のリーダーです。そういえばまだ自己紹介をしていませんでしたよね。はじめまして、アイシクルと申します。無影の友好の執行役員です。団長様のことはクエン様から何度も聞きました。それでどんな方なのか興味があったのですが、まさかここで会えるとは思いませんでした。それがですね、夢の中で変な声を聞いて、それで。団長様、少々お待ちを。盗聴はよくありませんよ、お二方。こいつらじゃ念力をすら回収できないよ。私が見えない。さて、カーテンコールのお時間です。真空に潜る。これで話がしやすくなりましたね、団長様。それなら良かったです。では話を戻しましょう。夢で助けを求める声を聞いたんです。氷雪が溶けていると。そして目が覚めました。雪の精霊の文化では氷雪が溶けることは恐ろしい凶兆です。それからなかなか寝つけず、考えをまとめようと外をブラブラしていたら、いつの間にかここに来てしまいました。そうしたら、見てください。はい、偶然にしてはできすぎています。調査のために入ろうとしたらタイミングよくあなたが来ました。そういう団長様もなぜこんな時間に。え、あなたもですか？これは一体。でもこの楽園に何があるか分かりません。万が一罠だったら。テレポート、並外れた戦闘力と卓越した知性に加えてそんな便利な能力も持っているんですか？さすがゴーファー劇団の団長ですね。では行きましょうか、団長様。この材料は私がうまく使ってあげる。
壊れた壁、砕けた石、流れる炎、そんな、これはもう氷雪が溶けるどころじゃありません。巨大な雪の壁、こんな状況でも溶けていないとなれば、雪の精霊の魔法が付与されている可能性が高いです。行ってみましょう、団長様。ダサいものは消えて、私にはできる。悪くない収穫ね。冷たさで溶岩を追い払い、森の精霊の暖かさで氷雪を溶かす。雪解ければ春。夢で聞いた声です。あなたは誰ですか？どうすればあなたを見つけることができますか？返事はありませんね。通信を盗聴しているんでしょうか？それは他人のラブレターを盗み見るくらい悪いことですよ。これはもう切腹者ですよ、団長様。え、そうなのですか？それなら私たちは悪くないですね。よかった。こんなことで団長様が命を絶ってしまうのは惜しいですから。団長様、この壁の向こうには他の雪の精霊がいます。付与された魔法から彼らの感情を感じることができます。安堵のベールに包まれた迷い、恐怖、不安、とても不安定な情緒。これは古代の雪の精霊の結界のようなものです。本で見たことがあります。でも
どうやって開けるのでしょう。私のような若輩者にはこのレベルの結界は無理ですね。あれ、私団長、いいものが手に入った。待って待って、氷雪が溶けている。あなたが雪の精霊の冷たさで溶岩を追い払い、あなたが森の精霊の暖かさで氷雪を溶かす。雪解ければ春。あれ、こんなサプライズもあるなんて。起きる時間だよ。こんなところで寝てると風邪をひいちゃう。おはよう、道端で寝る野良犬ちゃん。何をブツブツ言ってるの。まったく頼りにならないんだから。間違いない、あいつだ。創設の楽園の侵入者め。逃がすな。まあ、こんな夜中にあなたに会いたがる人がいるんだね。ちょうどいい機会だし、あなたの力を見せてもらいましょうか、新団長ちゃん。ひどいですよ、シエル先輩。ゴーファー劇団の団員なのに団長一人で迎撃させるなんて。あら、ずいぶん素直ですね。シエル先輩、団長は戦闘ができないと手紙に書いてあったはずです。まさか忘れていませんよね。手紙？手紙って、あ、思い出した、あれね。クロアちゃん、文章が長すぎだよ。文字が多すぎて読み疲れちゃった。団長が入団時に拠点内にいなかった人もいたんです。団長代理の配属という重要事項は一刻も早く全団員に知らせる必要がありますから。まあ、シエル先輩が手紙を読まないなんてことは初めてではありませんが。そうでした、団長。正式にご紹介しますね。こちらはゴーファー劇団の古株の一人で、非常に珍しい森の精霊と雪の精霊のハーフのシエル先輩です。昨日劇団に戻ってきたばかりです。あ、ちなみにあの月刊出費が膨大な子羊の茶会はシエル先輩が創立したものですよ。ちょっと失礼よ、クロアちゃん。こんなのが団長で本当に大丈夫なの？戦えないくせに夜のオースチェファールをうろうろして、こんなところで目を回して倒れているなんて。ゴーファー劇団はほぼ全員戦いますが、団長の鍵の能力は特別です。その上、指揮能力もバーナード団長以上に優れています。彼以上に団長代理にふさわしい方はいないと思います。ですが、夜中に一人きりで出かけた件については説明していただきたいですね。無影の遊魂の方が楽園で消えてしまったと。私が愛し狂って小娘を連れ戻すよ。クロアちゃん、団長ちゃんを連れて先に戻って、無影の遊魂に連絡して。団長、
あなたはまだ意識を取り戻したばかりですよ。わかりました。シエル先輩、団長のことお願いしますね。ずいぶん責任感があるのね。じゃあ行きましょう。私の足を引っ張らないでね。戦利品はいっぱい回収しないと。その小娘はこの扉に触れた後に消えたんだよね。それなら不思議じゃない。この扉に付与されているのは雪の精霊の脈系魔法オービ。そう、オービは一種の決闘を判定条件とするゲート魔法で、簡単に言うと雪の精霊以外の全てのものを隔絶する、そういうこと。当然といえば当然ね。脈系魔法は古いもので、集いの場を守る必要のある長老以外一般の雪の精霊は触れることがないから。私は長老のヒゲと髪を結びつけて強引に全ての魔法を教えてもらったから何でもできるのよ。よし、下がって奥義を解くから。戦利品はいっぱい回収しないと。拙者の
私にもできる。いけ、いいものが手に入った。待って待って、メディッチにピントを合わせて。拙者の恐れるな、恐れるな。知ると思わないで。私がみんなを守る。戦利品がいっぱい回収しないと。団長様、目が覚めましたか。オービを超えた時にここの眠りの魔法の影響を受けて深い眠りに落ちたんだよ。雪の精霊の間では眠りに落ちた人間は自分で起きなければいけないと言われているの。だからあなたを起こすのをアイシクルに止められた。本当のことなんですよ、シエル様。昔眠りながら町の屋根を散歩していた人が通り
すがりの猫に驚かされておかしくなっちゃったんです。無遊病、それは何ですか？おばあちゃん、シエルおばあちゃん。はあ、またおばあちゃんって呼ばないで。わあ、人間の友達が目覚めた。こんにちは、私の名前はサイ。私はシエルおばあちゃんの義理のいとこの甥の甥の姪の義姉妹の息子で、ここの夢森だよ。ここは草民の繭。外にはとても暑くて怖い溶岩があるから、みんなは草民の繭に隠れて眠っているの。サイはみんなが目覚めるまでみんなの夢を守っているんだ。中部から極北へ、現実から楽園へ、楽園から夢の繭へ。もういいでしょ、アイシクルも見つかってあなたも目が覚めた。帰りましょう、団長ちゃん。お待ちください、シエル様。どうかここに残って雪の精霊たちを助けてあげてください。助ける？助けなんて必要なの？みんな美しい夢を見ているんだから余計なお世話でしょ。違います、サイに楽園の真相を教えました。彼に雪の精霊たちを説得してもらい、一緒にここを出ましょう。うん、創設の楽園は悪いもの。ただみんなは前の戦闘で怪我をしたから回復が必要なんだ。みんなが目を覚ましたらサイが全てを話す。私たちが楽園を解放しさえすれば彼らの考えも変わります。彼らに逃げないことを教えられますよ。彼らに教える？考えが甘いわ。あなたが決めて、団長ちゃん。今はあなたがゴーファー劇団の団長だから。おやおや、団長ちゃんが急にかっこいいセリフを。うん、仕方ない、団長の命令だもんね。シエル様、団長様、ありがとうございます。あの雪の精霊が何も知らないなら、夢の中の声は別人。一人ぼっちになった雪の精霊でしょうか。でもサイはそんなこと言っていなかったし。あなたに会いに雪原へ行ったら、恐ろしい清少の人、静かな雪を見た。溶岩が涙をこぼす、氷雪が泣き声を上げる。私に会いに雪原へ行って、溶岩が涙をこぼす。彼女が誰だか分かった、行こう。ダメです、この先は道が途絶えています。わあ、あなたは想像力豊かね。でもそういう魔法は得意だよ。シエル様、団長様、あの夢食い者は私がやる。ちょうどイライラしてたんだよね、あいつらを粉雪にしてやる。
こしか使えると思わないで。ミーア、この完璧なステージが手がかりを守る。いいものが手に入った。待って待って、メディチにピントを合わせて。ダサいものは恐れるな、恐れるな。私にもできる。消えて。知ると思わないで。相手に不足はないようね。私がみんなを守ろう。ミーア、この完璧なステッチ怖がることはありません。消えて。恐れるな、恐れるな。ひらめきが、うん、やっぱり失敗作は壊して作り直そう。悪くない収穫ね。ダサいものは視界に。みんな怖がることはありません。みんなを守る。ミーア、この完璧なステッチ、みんなを傷つけないで。いけ。私にもできる。悪くない。仕方ね。雑魚しかいない。恐れるな、恐れるな。消えると思わないで。消えて。消え。私がみんなを守る。ひらめきが、うん、やっぱり失敗作は壊して作り直そう。便利品がいっぱい回収しないと。
者の犬ファイト。恐れるな、恐れるな。知ると思わないで。ペガちゃんの自宅、私がみんなを守る。見て、この完璧なステッチ。戦利品がいっぱい回収しないと。ゲルダ、こんなところに閉じ込められたの？シエル、隣の二人は友人？ごめんなさい、今はこんな滑稽な姿で話すことしかできなくて。こっちはゴーファー劇団の団長、その隣にいるのは無邪気な雪の精霊のアイシクルよ。はじめまして、ドラゴンの卵。いや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 、ゲルダさん、私はアイシクルです。ごめんなさい。あなたと別れた後、私は雪原に行ってない。彼らに追い出された。シエル、あの時はあなたのそばにいられなくてごめんなさい。そうだったんですか。ごめんなさい、シエル様、無茶なお願いをしてしまって。ちょっと何してるの？もう昔のことだし、とっくに吹っ切れてるから。よかった、本当によかった。ああ、シエル、団長、アイシクルさん、早く救援の風を壊して。これ以上雪の精霊に恐怖を与えてはいけない。彼らの生命力は消耗しすぎている。はいはい、この状況でまだあの雪の精霊を心配してるなんて、バカドラゴン。今はあなた虫けらが、妄想も大概にしろ。まあいい、お前たちもあの雪の精霊どもと一緒に神々に捧げる生贄となる。消防結社の手下、信仰と敬意を失ったバカ豚。空気を読んで現れてくれてありがとう。探す手間が省けたわ。気をつけて、この夢食い者たちは雪の精霊の生命力を吸収し力をつけている。それにお前もだ、おせっかいなバカドラゴン。心配はいらない、後であいつらに会える。お前の最後の一滴の血が燃え尽きた時にな。日頃の訓練は全てこの時に。各自実力を存分に発揮しなさい。降り注ぐ矢の雨を食らいなさい。陣形を保ち、警戒を怠らない。みんな、怖がることはありません。ペガちゃんの祝福、傘を差してお肌を守るよ。みんなしっかり。暴風の矢、ここに集い、天を切り裂く一撃を。
全てはまだ終わっていない。お前はさっきのあれは長老。シール、団長、ありがとう。解放してもらわなければ、流れる炎だけでなく、私の命の火までも枯渇してしまうところだった。これで雪の精霊も目が覚めた。楽園も問題ないはず。眠い。我慢できない。あとはあなたたちに任せた。あなたって子は前だってあんまり役に立たなかったけど。知っているでしょ、私は。はいはい、眠ってきなさい。あと300年寝てたって誰も気にしないから。そんなに長く眠らない。目覚めたらゴーファー劇団に遊びに行くから必ず勝って。それじゃあおやすみなさい。アイシクロさん、シエルおばあちゃん、人間の友達。おばあちゃんと呼ばないでって言ってるでしょ。待って、なんでこの子はまだ楽園を出ていないの。お、サイだけじゃなくてみんなもまだ出てないよ。でもみんな起きたよ。サイが話したらみんなシエルおばあちゃんを助けなきゃって言ってた。長老の祝福をみんな感じたでしょ。あれにはサイの力も入ってるんだよ。感じたよ、サイ、すごい。団長ちゃん、問題は解決していないみたい。ね、そうだ、みんな総民の眉の中で同じ怖い夢を見たって。みんなが夢で同様の恐ろしい怪物を見て、彼らの同じ恐怖が楽園に捉えられた。それなら楽園が現実に変えるかも。はい、そうするしかないようです。サイも行く。サイもお手伝いしたい。戦闘も一段落しましたね。渋く鮮血な花もきっとあなたに似合う。もう待ちきれない。私にはできる。いいよ、この完璧なステッチ。みんなを傷つけないで。悪くない収穫よ。
先輩、準備できました。始めましょう。僕の友達も準備万端だよ。シエル先生、僕たちをがっかりさせないでね。これは夢に関する物語。昔々、賢くて可愛いハーフの雪の精霊がいました。他の雪の精霊は彼女のことがあまり好きではありませんでした。もちろん彼女も彼らのことを嫌っていました。彼女はいつもおバカなドラゴンと遊んでいました。まあそのドラゴンは常にうとうとしてたけど。質問。賢くて可愛い混血精霊さんの名前は？賢くて可愛い混血精霊って呼べばいいの？覚えにくいです。じゃあ彼女のことはジェラートと呼ぼう。ジェラート？じゃあジェラートで。ある日、雪の精霊たちは夢に見た創設の楽園を探してもっと北にある雪原に向かいました。ジェラートをその場に置き去りにして。質問。おバカなドラゴンさんは？バカドラゴンなら寝てた。シャムコム、これ以上邪魔するならもう話してあげないよ。あ、邪魔しちゃダメですよシャムコム。静かに聞きましょう。夢の船は遠ざかり、ジェラートは知りました。彼らは結局彼女の魂にある青緑を受け入れられないと。彼女は小さなボロボロの船に乗り南へ向かうことにしました。何年も過ぎて、小さなボロボロの船は大きな船に変わり、ジェラートもたくさんのお友達と知り合いました。夢の中の雪原はもう静かな場所ではなく、囚われたおバカなドラゴンが楽園の狂気となって雪の精霊たちの活力を収穫していたのです。自分を傷つけた者たちを助けるべきか。ジェラートはまだためらっていましたが、別のおバカさんが飛び出していきました。正しいことをするのに気持ちに左右されるなと。おバカさんは正義感にあふれることを言った。それでジェラートはおバカさんを連れて流れる炎の飛び散る悪夢の楽園へ向かう羽目になった。最後に勇敢で強いジェラートが溶岩を消す聖なる雪を降らせ、バカなドラゴンと雪の精霊たちを救った。あのおバカさんも崇拝するようにジェラートを見た。みんなの称賛と感謝の中で、ジェラートは無謀なおバカさんと一緒に小舟に乗って遠くへ行きました。はい、お話はこれで終わり。それで終わり？いい加減すぎるよシエル先生。いつも途中から変な感じになりますよね。もううるさい子供は雪原にいる大足の怪物に連れ去られるわよ。嘘じゃないんだから。昔々、北の方の町にとっても困り者の子供がいてね、ある日突然